こんにちは、アンディッシュフレンズの愛ちゃんママです。今日はゴリママスタジオで愛ちゃんが撮影をさせていただいている様子をご紹介します。アンディッシュ、まず撮影前に水分の注入をさせていただきました。写真スタジオで注入ができるのかな、お家で注入を済ませてきた方がいいのかな、いつのタイミングで注入をしようなど考えるご家族は多いと思いますが、このスタジオではその子のタイミングで注入や吸引などのケアができるので安心でした。後ほどゴリママさんに紹介していただきますが、医療的ケアや障害などで自立座位が難しいお子様向けの衣装ブランドノエル・ウィングスも手掛けていらっしゃいます。今回愛ちゃんは普通の着物を着付けていただきましたが、色尾の位置を確認しながら素早く着付けていただきました。体力がなくずっと立っていることが難しい愛ちゃんも疲れることなく素敵な着物を着ることができました。いよいよ撮影開始。楽しい雰囲気で愛ちゃんもニコニコの笑顔をたくさん見せてくれました。そのまま顔動かさないで、お目目だけまでやってみて。嘘にしてないでよ。はい、ママだよ、こういうの。ありがとう。着付けから撮影終了まで 1,2 時間程度の短い時間で撮影いただけるのと、寝たきりのお子さんはバギーに座ってベルトや呼吸器もつけたまま撮影いただけるので、体への負担も少ないと感じました。可愛いドレスや着物がたくさんあり、とっても素敵な写真に仕上げていただきました。こんにちは、ゴリママスタジオのゴリママです。私からはノエルウィングスの説明をさせていただきます。人の着物も衣装もこの後ろが開いているので、首の後ろで留めるだけです。少し首を上げて止めていただくと、もうこのようになります。で、このままバギーに乗ったままベルトを締めたまま着られますので、あとはここを折り返して入れていただくだけになります。お手手もこちらの方がこれぐらい開くので、このぐらい開くので、もし硬直があったとしても、お手手を伸ばさずに先に通してからここを止めるということができます。そしてこのお手手の柄ですけれども、振袖の場合ここがこのようにするととても綺麗に見えるんですけども、この場合お手手を前に持ってこれないとしても、柄がこのように上に向いて正面に出てくるようになっています。そして帯なんですけども、付け外しができて好きな柄が選べて、そして帯揚げ、帯締め、しごきの色もお好きに選べるというふうになっています。髪留めとかこの、帯留めになる部分はクリップが全部布が巻いてありまして、肌を傷めないようになっています。これをここに留めるだけで、帯の場合は少しブカブカするので、こういうところを後ろでクリップなどで留めていただくと
こういうクリップがあるので留めていただくとビシッと切られるかと思います。次に皮膚の場合90センチ3歳だったりすると皮膚なんですけれども、皮膚は着物と同じように後ろが開いています。同じようにこういう感じで一旦こことその次にここを留める感じになります。よいしょ。少し頭を持ち上げていただいて後ろで留めます。そしてこの皮膚なんですけども、実はピンクと白がありまして、オフホワイトですね。ここがマグネットになっています。なのでこの着物と同じ系統のマグネットに変えるとかして、こういう選ぶ楽しみも入れさせていただいています。こうなると可愛いですよね。で同じようにお袖が開くので横からチューブを出すとかもできます。こんな感じです。私自身、愛ちゃんがお花のチューブで生活をしていた時に、次の注入の時間までに撮影できるかな、経管栄養のこと説明しておいた方がいいのかなと思ったり、胃ろうになってからも胃ろうがついているけど着物って着られるのかななど不安な気持ちを感じながらも、家族の記念を残したいと一生懸命医療的ケアの時間を調整しながら撮影をしてもらいに行っていました。どんなご家族でも安心して大切な記念を残せる、そんな場所がもっとたくさん増えていくと嬉しいですね。山